おはよう、こんにちは、そしてこんばっけん。どうも、私バッケンでございます。さあ、今回やるゲームなんですけども、まあこのゲームもね、すっごい好きだった。小学生の頃めちゃくちゃやったな。そう、こちらダブルドラゴン2ですね。テクノスジャパンから発売のゲームですけども、こちらをクリアまでやりたいと思いますんで、よかったらご覧ください。それでは行きましょう、スタート。ではワンプレイのノーマルで。 1900XX 年、核戦争後のニューヨークは暴力によって支配されていた。年々巨大になっていく暴力組織であったが、2人の若者によってもろくも崩れされていったのだ。2人の名はなんやねんっていう、早いよメッセージが終わるの。そしてなんか忍者みたいなやつが出てたらめっちゃ白目向いて笑ってるっていうね。怖いね、いろんな意味で。これは敵か、出ました、マリアン。この子がね、なんかダブルドラゴンのシリーズでもよくね、さらわれるイメージがあるんだけど、アーケードでは1だけなのかな、さらわれてるのは。さあ、そして始まりました、このダブルドラゴン2ファミコン版ですけども、まあ元々はね、アーケードにあるゲームで、まあ、それのファミコン版移植っていうことなんですけども、まあ、めっちゃくちゃ人気があったゲームなんで、いろんな機種でもう移植されてるんでね、まあおなじみのゲームといえばおなじみのゲームですね。まあ私の知る感じでは、アーケードの他にも PC エンジンにメガドライブ、そしてこの、ファミコン版と、家庭用だけでも3機種ぐらいあるのかな、他にもあるのかな、どうなんだろう。でこのファミコン版の特徴なんですけども、やっぱ特徴としてはこのね、必殺技の多さなんだよね。でまずはね、さっきから出てるこの劉備乱風脚、この劉備乱風脚は多分アーケード版にもあのメガドライブ版にも出てた技だったと思うんですよね。で、あとの2つがね、オリジナルの技だったと思うんですけども、ちょっと間違ってたらごめんなさいね。まずはこの、これあれ違う、できない、これ天殺竜神拳ですね。名前がかっこいいね、中二病臭いけどそして最大の技がこの爆魔竜神脚っていう、これがね、出すの難しいんだよね、これ。まあこの辺の技がやっぱり人気があったよね。特に爆魔竜神脚はさ、やっぱこのゲームを語る上で外せない技だと私は思ってるんで、まあ、ファミコン版が他のシリーズよりも楽しいのが、まあ難易度がね意外と優しいっていうのと、この爆魔竜神脚があるっていうのが大きいんだよね。それこそやっぱこの技を使いこなしてるやつが当時はダブルドラゴン2がうまいやつっていう、そんなイメージもありましたし、でここでね、やっぱこうやってあの敵を落として倒すっていうのもダブルドラゴンおなじみだし魅力ですよね。このゲームのすごいところはボスでも落としちゃえば一発で倒せるっていうところだよね。それはね、異常にリアルだと思う。まあ、そもそも その後に出たようなこういうベルスク系のゲームなんて、ボスを一撃で倒せる場所なんて普通存在しないもんね。このネプチューマンみたいなこの一面のボスこれ一回さ、姿が消えるっていう仕様がすげえ謎なんだよね。2回倒すと、まあ、これでクリアっていう。やつら、あのヘリで逃げようってわけだな。そうはさせるか。ミッション2、ヘリポート。さあ、それではステージに行きましょう。もういきなり待ち伏せしてるよ危ないやこいつら。もう落とされたら一発で死ぬからさ、ちょっと緊張するんだよね、ああいう場面で敵がいると。あぶねー、うわー、吹っ飛ばしすぎたまあここはもうほんとどん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 落としてサクサク進んでいくのがいいよね。あいってー、やべえ、怖えー
めっちゃやばかった今。ヘリからの攻撃なのに随分としょぼいよね。あ、失敗した。やっぱこうやって一発で落としたい、ここは。あー失敗。あー危ない危ない、あー怖い、怖くて爆魔竜神脚を使えない。よくあるよね、爆魔竜神脚が発動してそのまま落っこちていくっていう。こいつ意外としぶといな。ちなみに爆魔竜神脚のやり方はこれしゃがんでから確か AB 同時と横ボタンだったと思う。こいつね、敵のパターンにはまると結構強いんだよね。今なんかいいパターンにはまったけどさ。さあこれでステージ2もクリアだ。だいぶ高いとこまで行ったな。しまった、お前らだけ行かせるか、ガガシシっていや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 、どう考えてもジャンプして間に合う距離じゃなかっただろう今の高さは。ヘリはネオンに照らされる夜空へと飛び立った。ミッション3、ヘリ内での戦い。さあここのステージ3はこのね、ヘリの中のこの一室だけで戦うっていう、なかなかこれも珍しいし、まあちょっと洒落てる感じはするね。そうね、今みたいにもう敵の体力残っててもうまいこと落としちゃえば一撃で倒せちゃうんで楽ちん。そしてこのステージはね、非常に短いのがいいんだよね。さあうまくいけるかな。どうだ、いけ、開け、おお、うまくできた今すっげえいい感じでいった。めっちゃ気持ちがいい。危ない、あー危なかったやばかった今マジでやべえと思った。お、落ちろ、おっしゃ卑怯すげえ卑怯だった。ヘリコプターは謎の島へと降りていく。ミッション4、海底基地。さあこの辺ぐらいからちょっと難易度が上がってくるかなっていう気はしますけども、あの後ろの夕日ってなんでや、これダメージ食らったら痛いって言っちゃうんだろうな実際痛いわけでもないのに言いたいな。もうあ、投げられそうだった。あの背景の夕日はねかっこいいんだけども、欲を言えばアルゴスの戦士みたいに二重スクロールしてほしかったよね。おわ、今のコンボかっこいい自画自賛しちゃった。このゲーム曲もいいよね、 BGM めっちゃかっこいいわ。こいつね意外と技使うよりも、あ、いた、ただ殴って倒す方が楽だと思ったら挟まれてしまった、やばい。まあ、このゲーム体力回復がないからな。しぶとい、しぶといな。もうまだ死なない、絶対倒したと思ったのに。やっとか、めっちゃ減ったな、もう5つぐらいか、あと4つか、 4マスしかないのか体力。
はちょっと慎重に行こう。あの爆弾がさ、意外と地味に効くんだよね。うわーやべ、ちょっと待って待って、くっそ。これちょっと拾うのやめてくれないかな。いけるか。あー失敗した、失敗した。あーちょっと待って、やべ、必殺技がないときつい。よしよっしゃ。さあ落ちないように慎重に、慌てずに、よいしょ。あーいけた、よかった、入った、危ない。この道はどこへ続いているんだ。とにかく進むしかないようだな。たとえこの道が死の道でも。ミッション5、死神の森。さあここのステージはね、たまにはこれ武器をちょっと使っていこうかな。このゲームね、本当に武器めっちゃ強いんだよね。全然ちょっと武器を使う間もなく終わってしまった。まあまだだ、まだだ、まだ終わらんよ。まだチャンスはあったはず。多分ね、威力、バクマ竜神脚と変わんない威力があると思うんだけど、試す間もなく終わっちゃったよ。まあ、どこか違うステージで試そう。よっ。なんかあれだね、今日はバクマ竜神脚が調子がいいね。よく出てる気がする。あぶねー、やばかった今。よっしゃよっしゃよっしゃ。これが気持ちがいいね。ひどい、本当にひどいやつだ。主人公とは思えない。こいつ苦手。強いな。倒した？おお、あまたか。クリアかと思っちゃった。よっ。さあこの中ちょっとブロックで作ったような、あー今せっかく上に上がれそうだったのに。こっちに来た時に一気に行かないとダメだな。これよし。あーやばい、全然上に上がれない。今はで、まま、今までで一番苦労してる。普通に敵と戦うよりも全然苦労してしまってる。上がれない上に。あー怖い、やっと上がれた。あいつかわいそすぎる。てか何人乗ってんのって感じだよ。ここ狭かっただろうな。敵も熱い熱いって。お前もうちょい向こう詰めてくれとかっていう、絶対そんな感じだよね。うわーくそ、さすが強い。上に行かしたら楽だな。上に行かしたら劉備乱風脚が当てやすい。あーせっかく上に行ってたのに。もう一発、これで行けって言ったら出ない。よっしゃ、綺麗に決まった。
これは一体、あたりには邪悪な空気が満ちている。ミッション6、悪魔の館。さあここのステージもなんかダブルドラゴンってこんなゲームだっけみたいな感じのするステージだよね。痛い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 。こいつ強いんだよね、なんだかんだ言って。こっちで劉備乱風脚やった方が安全かもしれないな。よし、ここはいいね。やっぱこういう段差でさ迎え撃つのが卑怯だけど楽でいいね。ちょっとロックマンを思い出させるような場所ですけども、まあ、ロックマンと比べると、まあ、全然簡単ですけどね。ただちょっとジャンプ力がなあんまりないからな、この人。あとジャンプの調整もしにくいので、これでクリアかな。ビリー、ここから先は、あ、違うわこれ。これあのマリアのセリフだよね。ビリー、ここから先は危険って、これややこしいなここ。今のは、ま、マリアンの声。いや、そんなはずはない。しかし、何か嫌な予感がするぜ。ミッション7、罠の部屋。さあ、ここのステージがね、子供の頃むっちゃ苦手だったんだよね。まあ、今はね、なんかこう下のあのベルトの動きとか見たら、ああそういうことねみたいな感じですぐわかるんだけど、やばい、ああ怖い怖い。まあここはもうちょっとね、どん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 迫ってきてるんで、これでも落としてしまうのが一番だね。ちょっとかわいそうな気がするけど。さあここだ、ここよー、化身だな昔。あーなんかすごい、なんかこう制作者の思惑通りに死んだって感じだな。よっ、よっしゃ、いけた。あー怖い。開いたー。飛んで火に行ってしまった。わしゃ、夏の虫か。よっしゃよっしゃ。ここでも一発で落としてしまおう。やべ、すごいなんか自業自得のようにやられていったなあいつ。ナイフって3発も当てないとダメなのか。威力ねえな、ナイフってあんまり。こいつ体力あるな。あぶね、多分あれ下行きすぎたら死んじゃうパターンだな、ここ。当たるか。おーし、よし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 。あー、こいついるんだ。おっしゃよし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 。あとはまだいるか、多いなここ。
強いわ。やべ、めっちゃ体力減らされてる。よし、まあ、これが一番いいな、こいつは。さあステージのボス、一定強っ。あとは、あー外したか。どうだ、おお、かっこいい。いいね今の。おい、お前らのボスはどこにいる。お前らがボスにかなうわけはない。その前にお前らは自分自身に殺されるのさ。ミッション8、幻影。さあもう残すところ残り2面かな。実質でもここがラストのステージになるのかな。ここがね正直苦手なんだよね、このステージが。正直ボスよりもボスの一個手前がねむちゃくちゃ苦手なんですよ。まあこれかって分かる人にはあれかって感じだと思うんですが、でまあここまでね私今回ノーミスで来てますけど、宣言しますよ、ここで 100% 一気死ぬ、絶対に死ぬと思う。ここを死なずに突破したことって数えるほどしかないよ今まで。まあそもそも私このゲームをノーミスでクリアしたこと一度もないんで、まあ正直全く目指す気もないぐらい自信がない。ラスボスもね、よいしょ、くっそ、やべ、はまった。わあ、3つも減ってる。もうできたらこれ以上減らしたくないな。このなんか髪の毛生やしたのなんかさ、デザイン的にどうなんだろう。やっぱりすっごい違和感あるんだけどな。さあこの次、この次が本当に苦手で、よし、わあ強い、やめてくれ。めっちゃ強い。ああもうダメだ。あと一人。くっそー強い。よっしゃよっしゃ。まあ結局一気予言通り、わカメハメ降ってきた、そうだったそうだった、懐かしい。よっしゃよっしゃ、おーよく当たるね、バクマ竜神脚が。あと1、2発当てれば倒せるんじゃないか。よっしゃ、まだか、あと一発だと思う。今あそこで決めたらかっこよかったんだけどな。あー痛い。めっちゃ当たる。よっしゃ、どうだ、オッケー。まさかそんなバカなって。いや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 、ガラスの仮面みたいになってるやん。恐ろしい子みたいな感じになってる。マリアン、ミッション9、対決。
いやー、それではね、いよいよラストにやってきましたね。頑張っていきましょう。さあ、マリアンをまずは助けて、そうすると出たー、聖帝様俺の憲法とお前らの憲法との間で繰り返されてきた長い戦いに決着をつける時が来たのだ。俺の原因を破らなければお前たちに勝ち目はないぞ。さあかかってこい。俺は負けるわけにはいかないんだ。覚悟しろ格闘家。行けビリビリって格闘家って言ってるよね最後まで戦う相手の名前分かってないっていうね。こいつめっちゃ強いんだよね本当に。くっそ強い痛い。くっそいってー。よっしゃ、正直ここで残機を使い切るつもりで戦うよ。痛いなもう。よーし、偵察竜神拳が当たった。よし、これでどうだ。まだか。動きめっちゃかっこいいね。よっしゃ、来た出た神曲めっちゃ好きこの曲。そして強い。いやー、いや、これはファミコンシーン残るぐらいかっこいい曲だと思うもんな。これね、ダブルドラゴンの最高傑作と言われてるダブルドラゴンアドバンスでもちゃんとね、この曲使われてるんですよね。あれは嬉しいよね。よっしゃ、まだか。オッケー、決まった、かっこいいやったー、我が生涯に一片の悔いなしって感じだね。ついに長い戦いも終わる時が来たのだな。最後に我が憲法に残る古い言い伝えを教えてやろう。幻影が広がれば悪魔は蘇り、2匹の竜が天を駆ける時、いやいやいや、喋ってる途中だよまだ謎の格闘家は死んだ。格闘家が最後に言った言葉は何を意味するものだったのだろうか。とにかくビリーとジミーの復讐は終わったのだとにかくって、2匹の竜が天を駆けるとき天使は舞い降りる。その夜、宿命の対決に勝ったダブルドラゴンのもとに天使は舞い降りた天使ってお前かーいって感じはするけど、結局相手誰だったかわからないまま戦い終わってしまうっていう感じなんだよね。最後のあの謎の格闘家のさ、くどくど長い説明も、まあ要はマリアン大丈夫やで、生きてるでっていう要約するとそういうことだったのかなって気はするけど、ということでございましてですね、ここまでまあなんとか、クリアすることができましたね。さすがにね、ノーミスクリアはできなかったけども、2期ぐらい死んだのかな確か。まあでもまあまあノーコンクリアは頑張ったんじゃないかななんて、ちょっとね、自分で自分を褒めてあげたいとまあそんな気分ですね。まあやっぱりこのゲームね、面白いよ。遊びやすいし、2人同時プレイもできるし、まあ一番面白いと思うのはダブルドラゴンではね、あのゲームボーイアドバンスのダブルドラゴンアドバンスだと思うんですが、まあその次にね、まあどれがおすすめかって言われると、やっぱり私はこのゲームなんじゃないかなって気がします。ということでございまして、ここまで見ていただきましてありがとうございました。またよかったらね、次の動画も見てください。ここまでは私バッケンがお送りいたしました。ではでは、バイバーイ。